の教師でオファーするってことですね。ブログの文字数について聞かれてますね。アドセンスの場合、アフィリの場合、まあ、アフィリエイトですね。アフィリエイトの場合、どれくらい文字数が必要なんでしょうかってことなんですけども、まあ、この方も海外移住ご希望の方で、いずれですね、ブログを書いて、海外の方から情報発信をしたいと。で、収入になれば最高ということを言った、おっしゃってるんですけども、アドセンスの場合、まあ、最低1000文字ですね。で、日本語の場合ですけども、1500文字あった方がいいということで、僕は必ず1記事1500文字以上というふうにお伝えしています。で、もちろん多いほどいいんですけども、まあ、今は文字数だけではですね、評価されないんですよね、Google で。もうきちんと価値のある情報、あと独自性のある情報というところを、重視してますので、まあ、そこは文字数だけで考えられないということですね。あとアフィリエイトの場合も、まあ、やっぱり最低1000から1500なんですけども、これもですね、この場合はAdSenseと違ってアクセスだけ集めればいいということではないので、まあ、きちんとその誘導する内容とかですね、